AMC AMX AM は1968年から1974年にかけてアメリカンモーターズで製造されていたツーリングスポーツカーである。AMX はスタイリングや方向性は純スポーツカーよりも GT よりの車種で当時の2座席の米国車、シボレー・コルベットと競合する車種として市場に導入された。オプションの高圧縮型399インの AMCCV 型8気筒エンジンを搭載した AMX は手頃な価格で第1級の性能を提供した。この寝頃感と自動車メディアや愛好家たちからの当初の評判にもかかわらず販売は成功しなかったが、AMC の車に高性能者のイメージを持たせることとディーラーのショールームに若い顧客の足を運ばせるといった大きな目的を達成することはできた。 3年間にわたり販売された後に2座モデルは廃止され、AMX 表記のバッジは1974年まで4座の姉妹車であるジャベリンの高性能モデルに使用された。評価の高かったオリジナルにあやかった販売拡大を見込んで、AMX の名称は1977年モデルのホーネットや1978年モデルのコンコード。 1979-1980年モデルのスピリットに設定されたオプションの高性能モデルにも使用された。1968-1969年モデルの C ピラー上の AMX エンブレム AMX の名称はもともと1966年に AMC が模様した自動車商工業のプロジェクト4で披露された2台のコンセプトカーのコードネーム アメリカンモーターズ・イクスペリマントルから取られた。一台はグラスファイバー製2座の AMX で、もう一台が四座の AMX2 であった。a m c 社が持つ大衆車のイメージを払拭し、より若々しい高性能車の市場に訴えかけるという a m c の戦略を反映して、両モデルともに斬新なスタイリングを持っていた。 オリジナルの AMX の実物大模型は1965年にチャールズ・マシガン率いる AMC の先行デザインスタジオで開発された。ニザの AMX は1966年の巡回自動車ショーで大受けし、車体後部のデッキリットを開くと現れるランブルと呼ばれる予備座席を備えていた。AMC の幹部はロムニーの大衆車というイメージを持つ消費者の 認識から、スポーティ、高性能に立脚した車という新しい市場での興味の対象に変化させる機会を見出した。会長のロバート・エヴァンスはこの AMX のような車を早期に生産に入れるように要求した。量産車に向けて、ジャベリンを改装した車とグラスファイバー製ボディを持つ、全く新しい車という二つのモデルの開発計画が同時に進められた。 既存の技術が利用でき、AMX 試作車のスタイリングに、近似の AMC ジャベリンの製造設備に、わずかな階層を加えるだけの、モノコックボディ製造技術の経験が活かせる校舎が、採用された。自動車製造業者は少量生産者用以外では、プラスチック製ボディを開発したがらなかった。最初の、全稼働モデルは1966年の、 AMC の AMX プロジェクトの一環としてデビューした。AMX は年月を経て4座の豪華スペシャルティカーに変貌したフォードサンダーバードのオリジナル1957年モデル以来初の後半性ボディを持つ2座の国産高性能車と宣伝された。直接の競合車のシボレーコルベットが一員長いホイールベースを持つ一方で AMX の ホイールベースは短いものであった。ベース価格は 3245US ドルで、これはコルベットよりも 25%1000US ドル以上廉価な値であった。AMX はジャベリンの販売が開始されてちょうど4ヶ月が経った1968年2月にデートナインターナショナルスピードウェイで報道機関に披露された。 1968年2月に特別に用意された2台の AMX がテキサス州のサーキットで106個の速度記録を樹立した。この記録走行に関して AMC の宣伝素材では標準使用者と記述されたこの車は世界速度記録保持者であるクレーグブリードラブのチューニングショップでエンジンや操縦系統、車体強度に改造を施されていた。 速度記録走行では、ブリードラブと妻のリー、ロンダイクスが運転した。一台の V8 エンジンは、標準の299イーンから304クイーンへ、もう一台は399イーンが397クイーンへ、排気量が拡大され、タコ足エキゾーストマニホールド、8クオートオイルポンプ、オイルクーラー、高効率インテークマニホールド、強化リフター、 強化スプリング付けレース用カムシャフト大型キャブレターといった部品が装着されていた。この車はエンジンルームと車体後部にオイルクーラー、容量140リットル乗せる形式安全タンクを備え、エンジン部品は X 線検査とマグナフラックスによる検査が行われ、シャーシも同様に入念な検査が行われていた。シャーシには強化型の前後輪用、スプリング、 後輪スプリングのトラクションコントロール用アーム、強化型ショックアブソーバーと横方向への動きを規制するパナールロッドが装着され、標準のホイールとタイヤは幅広のマグネシウム製レース用ホイールとグッドイヤー製レース用タイヤに交換されていた。内装にはドライバーを保護するための構造強化型、ロールケージとサポート性を増したバケットシート、 追加のエンジン関係系機器類が備えられていた。車体の空力特性を改善するために、ボンネットに傾斜をつけて、前端を低くされ、全部バンパー下側に、スポイラーが取り付けられた。AMX は、単に、スポーティで人目を引き付けるだけではなく、数多くの自動車市場での初物を持っていた。AMX は1969年と1970年に、際による、 最有料エンジニアリング車に選出され、安全装備を目的とした自動車市場所の、車室成形による一体型ダッシュボードが、この受賞理由に含まれていた。またドールレッド色の1969年モデル AMC、AMX、ビッグバットグリーン色の1969年モデル AMC、AMX、ビッグバットグリーン色の1969年モデル AMC、 AMX1968 年と1969年モデルのすべての AMX は299イーン、N コード343クイーン、T コード399イーン、X コードといった4バレルキャブレター付け、スモールブロックの AMC 製 V8 エンジンを搭載し、これらすべてが同じ大きさのエンジンブロックからの派生型であった。 しかしこれら3種のエンジンの内部は大きく異なり、最小のエンジンは、小型の吸気、排気バルブ、薄いブロックリブと中造性クランクシャフトを343は、体型の吸気、排気バルブ、厚いブロックリブを390は、さらに単造性クランクシャフトを持っていた。ボルグワーナー製 T-10 型4足、マニュアルトランスミッションが標準で、特製トラクションバー。 日本だ支配機関、トラクション効率の高い幅広、タイヤといったものも同様に標準仕様に入っていた。4バレルの343と390エンジンで人気のゴーパッケージオプションでは、ディスクブレーキ、ツイングリップデフ、赤リボンを付けた高性能タイヤを履いたマグナム500スタイルの鉄ホイール、太いスウェーバー付けの強化仕様サスペンションや、 その他の高性能装備を備えていた。1969年1月から全ての MT 装備の AMX がハーストパフォーマンス性シフト装着となり、シフトコマンド3速オートマチックトランスミッションはフロアシフトのオプションとなった。AMX の2年目のモデルイヤーでの変更点はごくわずかであった。ビッグバット塗装が1969年モデル、途中からオプションとなり、 バンパーもボディととも色に塗装されていた。この塗装のオプションは1970年モデルにも引き継がれた。AMC はスーパーストック AMX も市場に導入した。0から400メートル加速性能を最大に発揮するために連想のホーリー勢キャブレター圧縮比12.31のシリンダーヘッドに加えアフターマーケットの ダグスのタコ足と排気システムを備えていた。ハーストパフォーマンスは、さらにいくつかの追加改造を施した。a m c はこの車の出力を 340HP と測定していたが、全国ホットロット協会は、最終的に 420HP と認定し SSG、SSD や SSC といった様々な競技クラスに混ぜ込んだ。この車の位置、 4マイル加速の最高記録は10.73秒で、この時に速度は128マイルパーアワーに達した。この車の塗色は真っ白か当時の多くの AMC レースカーで見られた赤、白、青の横縞が入ったものが注文できた。ベース価格は 5994US ドルで、これは通常のフル装備の1969年モデル AMX の 約 1900US ドル増しであった。この車には工場保証はつかなかった。プレイボーイ氏の1968年度の年間、プレイメイトであるアンジェラドリアンは特製塗装のプレイメイトピンクを施された1968年モデルの AMX を贈呈された。この車はベースの 290V8 エンジンに AT、エアコン、チルトハンドル、AM、 8トラックラジオ、オプションの後部バンパーガードを備えていた。その他の AMX との特性塗装以外の相違点は、ドリアンの車には、ダッシュボード上のナンバープレートに、彼女の3サイズ、36から24から35が記されていた。工場で、プレイメイトピンク塗色が施された AMX が、もう一台だけ存在することが知られている。 1968年末に、ミズーリ州の田舎のディーラーから、プレイメイトピンクの AMX が特別に発注された。1969年モデルのこの車は 390V8 エンジンに AT-5 パッケージ、エアコン、純正の革シートを備えていた。この車は、オハイオ州の AMC 社コレクターのスコット・キャンベルによりレストアされ現存する。元々の ランブルシートの構想の量産化が検討された。1968年にデザイナー、カスタム屋のジェームズ・ジェフォーズの手で、通常の AMX から実動試作車が制作され、AMXR と命名された。ジェフォーズは AMC でジャベリントランザームレーシングチームの長も務めていた。インダストリアルデザイナーのブルックス・スティーブンスと共に二人は、 生産予定の500台のランブルシートフ車に、ベルベットバリ内装、特製塗装、ボンネットに、ジェフリーの名前入りバッジと、改良型サスペンションを備えることに決めた。最初の試作車は、イリノイ州パラタインにあるデーブ・ポールのカスタムハウスで製作された。しかし安全性や製造者責任法に関するものを含む、種々の問題が、シリーズ生産を阻み、 さらにラルフネーダーからは社外に露呈した座席を避難する否定的な意見が出されたことで AMC は改装を前提としたベース車の販売を拒否した。AMX-R 特性の黒色に塗装したボンネットは後に1970年モデルの AMX にシャドーマスクオプションとして設定された。標準仕様の1970年モデルの AMX シャドウマスクの1970年モデルの AMX、a m c は1970年モデルでエンジンの人用を変更した。343の大体に新しい369イン4バレルを導入し、最小の290は落とされ、継続された390は 51cc の燃焼質を持つ新しいシリンダーヘッドに改良されて、出力が 325hp に増強されていた。 車両識別番号にはエンジン用のコード10が残された。1970年モデルの人気のゴーパッケージには冷たいラムエアを導入する機能を持つ2つの大きな開口部が開いたパワーブリスター付けの長いボンネットと新しいデザインの顔付きが与えられた。新しい前輪のダブルウィッシュボーン式サスペンションには上下のコントロールアームにボールジョイントを使用し、 コイルバネとショックアブソーバーは上側のコントロールアームの上に配されていた。下側のコントロールアームにはトレーディングストラットが取り付けられていた。マッスルカーとスポーツカーのブレンド具合が最高の車。とか1970年モデルは最後の真の AMX と評されている。2005年のスピードチャンネルの TV 番組アメリカンマッスルカーで AMX390。 ポンティアック GETO ジャッジ、フォードマスタングコブラジェットとダッチヘミチャレンジャーらの比較テストが行われた。このテストの目的は今までで最高のマッスルカーを決めることであった。出力では負けていたが軽量な EMX が頂点に立った。1969年の TV 番組カートラックで標準の4バレルキャブレターと10.21の圧縮比を持つ。 AMX399 ンが以下の数値を記録した。AMX は1968年2月15日にモデルイヤー半ばで登場した後3モデルイヤーにわたり製造された。米国での生産数は6725台、8293台、4116台であった。機能者からオーストラリアンモーターインダストリーズの ポートメルボルン工場にコンプリートノックダウンキットが出荷され、限られた数の AMX がオーストラリアでライセンス生産された。これらの AMX は右ハンドル仕様であった。1970年モデルの AMX、シャドウマスクオプションの内装ストックの1970年モデルの390エンジン自動車歴史家です作家のリチャード・ロングワースは、 AMX が真にスポーツカーたる資質を備え、長くその価値を持続することのできる唯一の小型マシンと評した。CNN によると AMX は2004年以前には、投資という見地からは過小評価されていた。2004年に2座の AMX と4座のジャベリン、AMX の価値に顕著な変化が起こった。クレイグ・フィッツジェラルドは、毎日のように見かけるわけでも、 どの雑誌の表紙を飾るわけでもない車を所有する満足感と言い手を伸ばせば届く二座車を支持したが両者もに部品はひどく高価であるとも言及した2006年にヘミングスマッスするマシンズ誌の編集者は AMC の車がここ数年で顕著に価値が上昇している特に AMX はと語った月刊、スポーツカーマーケット誌の編集者たちの強調 ケネス・マーティンズ・ガイド・トゥー・カー・コレクティングで1970年モデルの AMX が9台の眠れるマッスルカーの中の4万 US ドル以下の1台に選ばれた。カリフォルニア500スペシャルやファーストパフォーマンスが改造した52台の SS、AMX ドラッグレースカーのような特殊仕様が最もコレクターが血眼になって探している車であろう。2007年の ヘミングス氏は約39台のオリジナルの SS、AMX レースカーが胴体保存されていると言われていると報じた。2007年に AMX は最も探し求められている AMC 車やマッスルカー市場で人気急上昇中とされ、2007年のヘミングス氏でも似座の AMX は旧車シム人やヒストリックカーの収集家の間で強く求められ、 生産された19134台のほぼ1台ごとに流通市場に残されており、需要がある。第一世代の a m x は収集すべき、マッスルカーとしての将来価値を保証する。と言っている。2007年の書籍、クラシックカーは、AMC の小型で強力な EMX は、タイヤを焦がすスピードや、すべてが収集対象になる。と記している。 1968から1970年モデルの AMX の価値の上昇に注目して、ヘミングス氏は2007年に愛好家が望む、明日にでも欲しいと題する注目の21台の中の1台に AMX を選んだ。2008年にヘミングス氏は購入者が最近になってようやく AMX の価値を発見し、今や右から左エースなどっている。価格は、 上昇しているが、AMX は多くの一般的なマッスルカーに比べれば、まだ比較的お買い得である。と報じた。生産数が少なかったにもかかわらず、AMX は部品をその他の AMC 社と共用していた。これらの AMC 社のクラブで活動中のものは多い。再生産品を含めて部品は入手可能であるが、当時 AMC は、 ビッグさんほど膨大な数の車を生産しなかった。それゆえに、レストア対象となる車の数は少なく、出回る部品も多くない。自動車歴史家で作家のジェームズ・シー・メイズによると、より価値があるのは、である。著書のサービガイド・トゥバイイング・コレクター、カーズ・アット・オークションで、それが日常で使用されているかまたは、空調の効いたガレージにしまい込まれているかにかかわらず、 プレステージが高いフェラーリやランボルギーニよりも注目を集める赤い1969年モデルの AMX のような車の所有者にこの大きな共感できる喜びについて説明している。生産期間中に AMC は車体と搭載エンジンの種類の組み合わせを示す識別符号を与えていなかった。各々の,の,の車はエンジン排気量と 車両識別番号を付き合わせて確認することができる。またヘッドカバーにネジ止めされた名番も確認を要する。これでその車が製造されていた期間のエンジン製造日を確認することができるが、AMX にしろ他の AMC 車にしろナンバーマッチングで車体とエンジンの組み合わせを確認する方法はない。マーケティングの意向とともに、AMC は番号の入った小さな名番を グローブボックスの蓋か、もしくは、ダッシュボード中央に取り付けた。この番号には、規則性はなく、瓶、ディーラーコードや地域コード、製造順番や製造日といったその他の ID を示す、番号とは一致しなかった。社外コンサルタントのビンスガードナーは、1966年に、グラスファイバー製ボディの AMX2 コンセプトカーを、AMC のプロジェクト4展示会の一環としてデザインした。 a m c の社長、ロイ・アバネシーは、トリノのコーチビルダーのビニャーレで、後半製の実動車を製作することを認可した。78日で納品された。この車は、AMX ビニャーレとして知られ、1966年のニューヨーク国際オートショーで、初めて披露された。詳細は、AAMC AMX GT を参照1968年の、 巡回モーター商用に開発された AMX GT はジャベリンを元にしたカムテールを持つコンセプトカーであった。ジョージ・バリスは1969年モデルの AMX にカスタマイズを施した。この車はテレビドラマバナチェックのシーズン2のために制作された。車高を低められたこの車は屋根を約5インチョップルーフ化され、 全長を18イン延長されるといったボディに大幅な改装を施されていた。彫刻的なボディに放熱コーでアクセントをつけられた。この車は AMX-400 として知られている。ベレスカステムギャラリーページ AMC-AMX3 コンセプトカー AMX3 コンセプトカーのリアビュー史上最高の AMC 車として広く認識されている。 第3世代の AMX コンセプトカーの AMX3 が1970年のシカゴオートショーでデビューした。エンジンを搭載せずグラスファイバー製のボディを持つオリジナルの AMX3 コンセプトカーは純粋な商専用の車であった。実動モデルを少量制作するため AMX3 コンセプトカーのボディがイタリアの GT 社メーカーのジョットビッザリー2のもとへ送られ、 トリノの工場で、ミッドシップエンジン、後半製ボディの実動モデルが手作りで製作された。ビッツァリーニの試作車は、ホイールベース105.3インに、AMC 製399イン V8 エンジンと、イタリアのオートメラーラ製4足、マニュアルトランスミッションを備えていた。走行テストは BMW により実施され、AMX。 3のシャーシは彼らがそれまでテストした中で最も強固でニュートラルな操縦性を持つ車の一台であると評価された。イタリアで製作された後半製ボディの車はエンジンフード上の可動式放熱口、放熱口が開けられたボンネットや直接外気を空調システムに取り込むボンネット上の吸気口といった点移り外はオリジナルの AMC とのデザイン上の違いは ほとんどなかった。200万 US ドルのプロジェクトがキャンセルされるまでに、わずか5台の完成車しか AMC に送られなかった。さらに5台の未完成車が後に残され、後にビッザリーニの共同事業者であったサルバトール、ディアモンテによって1台が仕上げられた。ありがとうございます。